はい、和田高役の石徹田です。はい、えー、本日はお忙しい中、えー、来ていただいて誠にありがとうございます。はい、あの最後まで皆さん楽しんでいてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして坂中村さんお願いいたします。えー、バイソンシヤマ役の坂中村です。初めまして。あのあれですね。 えっと内容的には結構男気なことが結構多い内容なんですけど皆さん女性が多すぎて非常にやりづらいですよろしくお願いしますいやきっとその男気はしっかり伝わっているかと思いますけれどもねありがとうございますでは続きまして栗原類さんお願いします、えー、おはようございます栗原類と申します、えー、皆さん本日は早朝からお越しいただきありがとうございます今日あの 時間が許す限り皆様とあの楽しい時間を過ごしたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして竹志直樹さんお願いしますはい、マズモドコータル役の竹志直樹です、えー、今日はですね、久しぶりに1年ぶりに皆様とキャストの皆様とお会いできてあのすごくテンション上がってます、えー、映画が昨日公開されたということで、えー、楽しい時間を過ごせるよう、えー、努力はしないけど楽しみたいと思います <laughs> よろしくお願いします <laughs> はいよろしくお願いいたしますでは続きまして安藤優也さんお願いしますはい、えー、成田博役の安藤優也です今日は一日皆さん楽しんでいきましょうよろしくお願いしますありがとうございますそして林祐介さんお願いしますはい、えー、三谷役の林祐介です、えー、短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続きまして大沢利光さんお願いしますはい、えー、山田誠役の大沢利光です一緒に楽しい時間過ごしていきましょうよろしくお願いします ありがとうございます。続きまして井上海斗さんお願いします。ね、<laughs> <laughs> あ、そうです。新奈役の井上海斗です、えー。よかったら名前とか覚えてあげてください。よろしくおねいします。ありがとうございます。続きまして渋沢孝之さんお願いします。はい、板書役の渋沢孝之です、えー。今日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。そして千村寿未監督お願いいたします。えー、大丈夫かな。 はい、えー、監督やらさせていただきました。千葉と申します。えー、短い時間ではありますが、えー、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、いろんなお話伺ってまいりたいと思いますが。まずは主演の関さん、ご自身にとっては、単独初主演の映画がついに公開となりましたが。はいはい、今のお気持ち、いかがでしょう。そうですね。もう。やっと公開されたという気持ちで、今、まあ、すごく嬉しい気持ちでいっぱいなんですけれども。まあ、やっぱ、撮影から、この1年。以上。 今、立っての公開なので本当にこの期間もはい公開して、はい公開してよっていうぐらい自分の中で本当思ってるぐらい今もう皆さんの反応がすごく楽しみでずっとワクワクしてます、ねはい、お一人お一人ね感想聞いて回りたいぐらいですよ、ね、いや回りたいですね、うん、多分見終わった後ですもんね、今そうですね今もうちょうどほやほやなので多分一番こうストーリーとか頭の中に入ってる時だと思うんで。 今聞きたいですね。でもそんな時間ないですもんね。<laughs> ダメですもんね。うんうねこうってマイクやりたいですもん。ダメですもんね。ね、コラントレスポンスで,、ねでね、行きたいぐらいですよね。はい、そうですよね。ワクワクです。はい、うん。監督はいかがですか。あ、俺か。はい。面白かったしょ。はい。ありがとうございます。あ、はい、これでわかった。わ <laughs> か <laughs>、えー、昨日初日見に来て、やっぱりちょっと緊張しましたね。久しぶりにね。あのあんまり緊張しない人間なんですけど、ちょっと緊張して。 見ていただいたただ方で、まあ、中に、えー、僕の師匠もいたりとかして、えー、完成したことをすごく心から喜べた作品でした。<laughs> そうですか自信を持ってお届けできるといったところでしょうか自信はねずっと不安なんですけどねすげえ大変だったですよこれ作業ってそうですかそうなんですよ撮影中もね席に殴られたりとかしてたんでいやいやいやちょっと後で説明しますすいません後に説明しますちょっとあることないことないことがねいろいろと出てきそうな感じもありますけどね本当に殴られたんですいや本当に殴られたんですよ後に説明します後の中ほどゆっくりお話を伺うということでまあ本作はですね喧嘩バトルロワイヤル全面協力ということ 本当に新感覚のアクションムービーを皆さんにお楽しみいただけたんじゃないかななんて思うんですけれども,もう上映後ですのでネタバレなく皆さんに 思いっきりお話を伺いたいところではあるんですがいかんせん今日10名の方が登壇ということであの皆さんにです、ね、熱く語られてしまうと時間足りませんというのもあるので、はい、ちょっとその辺りあの手短にちょっとこうテンポよくやらせていただく部分もありますが、はい、何卒ご了承ください。はいということでですねまずはですねあの本日こうしてたくさんのお客様をお越しくださっていますけれどもまたこの劇場で二度三度とぜひこの迫力を楽しんでいただきたい たいなと思っております。そこで、皆さんに伺いたいのが。ご自身が自信を持って、お勧すすめできるシーン。これを教えてください。えー、どうでしょうか、関さん。はい、えっ、ー、と、アクションシーンなんですけども。これ言っても、大丈夫なんですもんね。大丈夫です。はい。あの、松本幸太郎、あの、直樹君との。このシーンなんですけど。まあ、やっぱり、こう、役の中で、松本幸太郎っていうキャラクター、すごく強い役の中で。あの、役としてやらし、やっていて。 あのやっぱアクションシーンもすごく手数が多かったりとか、うん、結構、当日にこうアクションの,このなんだろうな型だったりとか教えてもらったりとかっていうのもありまして結構、そこのシーンが僕の中で一番、まあ、一番って言っていいのか分かんないですけど、まあ、結構大変だったシーンだったんですよ。うん、でやっっぱここの,あの,、ね、あのっ松本小郎っていうう <laughs> 直樹君もも空手もこう やってたってことで、うん、あの格闘の経験もあったので僕はほんのなかったのでやっぱそこもこう教えてもらいながらこうやらせていただく形だったので、まあ、でも、そういった結構苦労しながらもやったシーンが一番僕の中では自信というかこう映像で見た時にあここは本当頑張ってよかったなって思えた。 シーンの一つですね。うん、はい。しっかりと焼き付けられてる感じですよね。そうですね。ねはい。ばん、はい、さんはいかがでしょうかおすすめです。そうですね。僕はなんだろうな戦うのは前の。あの舞台挨拶でも言ったんですけど、息するようにできるんで。<laughs> はい、だから別に,そこに。ね、そこにもむしろあんまりなんか思い入れはなくて。<laughs> どちらかというと、まあ、皆さん見ていただいたからわかると思いますけど、あのすき焼きラーメン歌舞伎町にある。 その好きラ,ラーメンをバイソン牛山がですね、うまそうに食うおじさんの姿と、 あとそうですねあの帰りシーンで僕が小学校本当にあの映像の通り小三からタバコ吸ってたんで俺れ流して大丈夫？それはそれは大丈夫ですあまりあんまりあまりあまり大丈夫ですか？あランドセルにセブンスター入れてたんで僕ははいそれをそのままのシーンになってるところが俺の子供の時と同じだなと思ってそこが思い入れのあるシーンです以上ですそうですかついてますけど記者の皆さんそのあたりはコンプライアンスそこしっかりそこカットしとけよしっかりはいお待たせしましなしでお願いしますその辺は。 はい、栗原さん、いかがですか。<laughs> そうですね。まあ、ちょっと、あのー。まあ、あの、関さんと被るんですけど、やっぱり、この、まあ、喧嘩バトルワイヤーという意味で、やっぱり、まあ、本当に、すごい喧嘩。まあ、格闘シーンが、やっぱ、見どころ、皆さん、本当に、まあ、ガチンコで殴り合ってるっていうのも、多分。普通の映画でも、なかなかないような、多分、盾とか。まあ、なるべく、まあ、今回、そうなんですけど、やっぱ。人に当たらないように、ってなっても、本当に、すごい、ないでしょう。その、戦っている。 ライブ感っていうのが多分画面越しても伝わったんじゃないかなというふうふに思ったのでそこはやっぱりすごいいいなと思いましたねあとまあ自分のシーンじゃないですけど、まあ、あのコミッショナー役のまあ板尾さんのカリスマ性というかそれやっぱり本当に見てて、うん、なんかずっと見ていたいなというのを個人的に思いましたね板尾さんのシーンも個人的に好きです強烈なキャラクターですものね武、はい、さんいかがでしょうあの、まあ、僕 結構戦ってるシーンがほぼほぼメインなので、まあ、あの戦いのシーンにはなるんですけどもあの地獄トムとバイソン・シヤマトってこう戦って最後鷲君と戦っていくんですけど、あのーまあ、僕と関、あのー、君は、まあ、こうなんか役者で戦い方というか、まあ、僕も空手やってたといえどあのまあ昔だったんでなんかこう。 アクションとして映像としての見え方とかをすごいやっぱこう意識はしたんですけどやっぱりそれこそバーンさんとかとやった時は本当に怖,怖さ、<laughs> <laughs> 恐怖がすごくて <laughs> 普通にローキック入れましたからいやでもすごいので <laughs> 完全に当たってるんですけどそれをなんか綺麗に剥がしてくれるというか。 痛くないんですよね、音は鳴るし、ちゃんと当たってるし、映像として見たら、ちゃんと入ってるんですけど、痛くないように蹴ってくださってて、もうこれは技術だから、すごいリアルですし、とにかくもう、前から、おばあさんが突っ込んでくるところが怖すぎて、本当にバイソンだと思って、<laughs> なんかそういうところは、なんかそうリアル、そういうリアルな恐怖心を、そこもしっかりカットしとけよ、ちゃんと。<laughs> そこは使っていい,い,やいやすごいじゃない そういうい恐怖心とか、まあ、リアリティをすごく感じれた部分本当に戦いとしてのリアリティを感じれた部分と役者として、えー、と芝居で感じれた部分今回2つ同時に味わえたことが、まあ、何よりもすごいとても貴重な経験だなっていうのを 感じましたね。いやー、こちらも見てて怖いなって思ったけど、本当に怖かったんですね。あ怖かったですね。そうですか、うん。怖いです。<あ> <laughs> 結構ガチいりしてるんでねん。そうなんですね。ええ、あのさん、いかがですか。はい、えっ、ー、と、まあ、あのアクションシーンで、僕も関君とちょっと絡ませていただいた部分だったんですけども。人生初のアクションシーンだったので、あのやっぱ当たったら怖いじゃないですか。あれ、アクションのか。いや、いや、アクション <laughs> だと思います。で、あの、すごい、結構、最初はもう。 もうビビりながら関君に当たらないようにちょっと殴ったりしてたんですけどギリギリまで監督がいや、もっといけるもっといけるみたいなこのギリギリ寸前当たるんじゃ当たらないかぐらいの瀬戸際まで、まあえー、と指導されながらする撮影が一番やっぱ印象に残ってますうん本当ギリギリって感じは出てますもんねいやそうですね関君の顔を殴るわけにはいかなかったんで絶対に <laughs> いやもう当たる覚悟はいましたもん <laughs> 当たってもしょうがないっていうもう。 ことあるかもしれないけどしない、はい。そうですもう気持ちはもう入れてきたんで、はいはい、当たったら当たったら、もうやり続ける。逆にリアルになっていいなって、僕の中では、思ってたんでいや。やる側はそうは思えません。<laughs> 本当に。<laughs> いや、でも、お互い、こう腹のくくり方みたいな、やっぱありますよね。そうでしたか。林さん、いかがでしょう。はい、あ、僕は皆さん、私も大したアクションしてないんで。あの。あれなんですけど。あの、大雨の中だったんですよ、僕は撮影が。 でなんか本当にこれ撮影するのぐらいの大雨でリアルな雨だったんだはい、もうめちゃくちゃ大雨で,、うん、でも口の中に水入ってきて、まあ、ほぼ溺れた状態というか <laughs> であのアクションシーンはあのマウスピースつけて,てだかてこの作品、僕ちゃんと話せてないんですよね、セ <laughs> リフが全部 <laughs> でちゃんと作品見たらなんかあの字幕まで入ってて <laughs> この役が俺じゃなくてよかったんじゃないかな君にしかできないよ <laughs>、はいまあ、でもすごくなんか楽しかったです、まあ、あの大雨の撮影が。 大沢さんお願いします,そうです、ね、僕も一緒に彼と雨の中撮影したんですけど当日っていうかその映画の撮影中ずっと本当にうあの腕折れててあの違うことで怪我してそうもうなんかそれで迷惑かけちゃってるなぁとか思いながらもでもいい感じになんかあの飛び降りるシーンとかもうあの監督がすごいあのこうやったら落ちてるように見えるからっていうから頑張って落ちたのと。 あとはそうですねなんか週間前に骨を折って台本書いたんじゃんかそうですよね <laughs> すみませんでしたこんな、はい、ありがとうございましたはいありがとうございますあもうそうですねあのバラエティーみたいなシーンが僕だけちょっとなんかこう差し込まれてて本当に叩かれあの僕アクションシーンというかセンスで叩かれたんですけどあれは本当に痛かったっていうの、ね、唯一のある意味アクション,シーンです、ね、そうです僕の唯一のアクションシーンですあそこは <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、ありがとうご <laughs>、はい、がとうございいまますすす井上さんお願いしますそうですねあの、まあ、悪徳景観をやったんですけど <laughs> まあ結構やっぱりやるにはそのやっぱ役に入り込むじゃないですかで青年をぶん殴るわけですよ、まあ、まあまあな罪悪感が結構きまして、はいまあ、一生そんなことしないなと思いますし、まあ、今回ありがたいことに音楽活動してるグループメンバー全員出させていただいてて。 でそんなメンバーがあの話血出してぶっ倒れてるシーンとか見るとすごいなかなか見れないシーンなのですごいそこはなんか作ってくれてありがとうって感じですねはい、はい、ある意味新鮮かもしれない、ねはい、本当新鮮でしたはいどうでしたか渋沢さんどうでしょうはいまあ,あの警察官なんですけれどもあの どこにいつの時代にそんなに警官いるのぐらいのそこの悪さがぎゅっと詰まったあの警官の役をやらせていただいたのでまあなんかそういったところもちょっとなんかこう面白いなと思っていただけるのが嬉しいなと思いますねどこまでがリアルかどうなのか分からないけれどもとにかく悪いみたいなね。 ところが、ね、ありましたもんね。はい、監督はいかかがですか自信を持ってお届けできるシーンもちろんすべてだとは思うんですけれどもちょっとさっきね本当に殴ったって話なんですけれど、まあ、もう一回見てほしいから僕言うんですけれど一番ラストだな、うん、ラストにあの板尾さんと戦うというか訴え、うん、かけるシーンの前に関君といろいろやってたんだけどどうしてもどっか肝が座らないって時に。 方法が思いつかなくて関君がここに殴れと俺が言ったのねそうですねありましたねで最初ねこれぐらいだったいやもうそりゃそうです人を殴るっていうちょいやってみよういや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 最初最初もやいやもっともっともっと どんどん強くなって,くだよっやめていくんで <laughs>、はい、最後、こう振りかぶってこいのね。っていうのをやって、席が最後に感情がバーンと抜けた瞬間を<っ>一発撮りしてます。だからそこはもう一回見てもらえたら、<も>あの涙が嘘じゃないっていうのが、泣いてるのか汗なのかわからないんですけど、あのー、目の奥に、なんていうかな、熱さというか、熱を帯びてるような感じ。 なんか僕、泣きすぎて監督にお前、ちょっと泣きすぎだよって言われた記憶ははありますらもういいだろうって言ってでも、そこが多分、一番見てほしいし、ええ、もう一回、まあ今日みたいに一番最後まで見てくれた方々にしか言えないシーンなんで、うん、ぜひぜひ見てもらえたらと思ってますはいぜひ皆様もう一度 一度度度とと言わずに二度三度をご覧いただければと思いますさてですね本作の映画のタイトルにもなっています「100秒」なんですけれどもこの「100秒」というのが長いのか短いのか、ね、それぞれ捉え方によっても随分と変わってくるかとは思うんですけれどもこの「100秒」の間に何でもできるとしたら皆さん何をしたいですかちょっとこう時間も迫ってますのでね一言コメントぐらいでポンポンポンといけるとありがたいんですけれども。

人生変わって、まあ、本当にフォロワー数が圧倒的に増えたりしてなんだろう皆さん多分今夢が本当持ちづらかったり前へ進んでるような気持ちになっているだけだったりする生活が多い方だと思うんで僕はその100秒があれば自分自身がいつもやることは情緒を安定させるってことをすごい大事にしててあのどうしても面減らになりやすいこのご時世なんでなるべくその100秒で自分が今どこにいるのかどこへ向かおうとしているのか。 その湘南の風の歌にもあるようにまあいくつになっても、はい、いくつ配っても前へ行くって姿を僕は見せてるんで皆さんにもそういう情緒を安定するようなことにチャレンジしてもらえたらと思います以上ですだからこそ晩餐にみんなついていきたいと思うんでしょうねありがとうございます栗原さんいかがでしょうえっと100秒でできること何でもできるとしたら何をやりたいですかという質問です、えーえっと、100秒でできることはあのなんだろうな かつサンドを無限にお腹いっぱいになるまで食べたいと思ってはいますはいあのー、結構あの100秒でできるってなるとまあ短いはあるんですけどやっぱお腹いっぱい食べれて結構幸せなことだなってううなでそこはバインミーって言った方がいいんじゃないですかまさに好きかバインミーあ、ねね、<laughs> あのーあのー、バ,イバイじゃねャっす <laughs> ツサンド好きなんでですすか普通にはい好きですなのでまあ胃があいなんか結構多分リアルで100秒あれば多分え 6, 6から8ぐらいは食べれるかなと思います多分 <laughs> 大,大きさにもよると思う、えー、ちょ大したことねえような気 <laughs> <laughs> もする結構な速さですよねでもチャレンジしたいですよねそうですかありがとうございます武志さんお願いしますそうですねちょっと関君と被るんですけどあの深海 に一番深いところに、そのもう真っ裸で入って、100秒間探索したいっすね。ああ、なるほど。やっぱすごいロマンがあるというか。うんなんで真っ裸の。<laughs> でも,ソランも海の底、空も気持ちいいから、真っ裸。<laughs> <laughs> 空も海の底も宇宙って言いますからね。素晴らしいですよね。<ー>はい、ありがとうございます。<ー>安藤さん、お願いします。いや、そうですね。やっぱ、もう普段経験できない。もうそれこそ、本当に。ドラえもんの世界じゃないですけど、タ竹コプターとかなんかにしろ、100秒、ちょっと飛んでみたいです。<ー>はい。いいですね。やっぱ、空飛みたいですもんね。うそうですよね。はい、林さん、どうですか?。僕は泳げないので、泳いでみたいです。頑張ればいけんじゃない。<laughs> いや、頑張ってもいけなかったんですよね。 そしたらなおさら実現してみたいですよねみんなバカなのなんか百秒でやりたいことが難しいなと大沢さんはどうですか透明になりたいいいね1秒間だけ100秒以上は別にいいかなって感じでも後悔するかもしれませんね百秒透明になってよかったなってなったらそこもちょっと気になるとこうですよね深くはすみません なでむさん、どうでしょう。本当に怒られないんだとしてれば、あの、ちょっと一回百秒間バンさんと肩組んで酒飲みたいです。はい。いつ、今でもできるよう大事。いや、さすがになんかちょっとやっぱ、覚悟してますよ。やっぱ、怒られるんじゃないかっていう。肩組むとこ。肩組むとこね。いや、でも、今ので、いつでもみたいな感じはありましたよね。めっちゃ嬉しいですね。あんたでもいいよ。あ、本当。はい、ありがとうございます。渋沢さん、お願いします。 そうですね。あのー、お仕事を早めに終わらせたいと思います。はい。<laughs> 早めにお家に帰りたいと思います。100秒分。はい、<laughs> 早い仕事はいい仕事ってことですかね。監督どうですか、えー。最初からですね予定していてどうしてもできなかったバンさんとのスパーリングをやりたいですね。100秒間ね。みんなが2作ってほしいって言ったらできるかもしれないですけど。<laughs> <laughs> 確かにそうですね。ずっとやりたいって言ってましたもんね。<laughs> そうそうそう。 かなはいそうですかいつか実現するといいですよねまあおっさん同士のドロドロのおっさんと強いおっさんとの試合が見れるまあでもこれをね映画がヒットして全国へあのたどり着いたときにもしかしたらそのあの終わり方もね完全に終わった感じじゃないですよねあの続きの時にやれるんじゃないですかもしかしたらはいはいじゃあセックも一緒に三人でやろう僕は大丈夫ですもうあのこれ長ってても十分ですはい。 はい、えー、本日は、えー、改めてお忙しい中来ていただいてありがとうございます。まあこの喧嘩バトルのワイヤルがあのたくさんの人に愛されてたくさんの若者の背中をあの押せるような作品になっていけたら嬉しいなと思っています。まあさっき監督も言ってましたけど改めてハッシュタグ100秒のケンでたくさんあのツイートポストお願いします。お願いします。はいどうもありがとうございました。<laughs>